皆さんこんにちは。ジョグメック CCS 事業部の高梨です。国枝です。ジョグメックアナリストアイでは、最新の資源エネルギーに関するニュースやイベントなどを取り上げ、さまざまな質問にお答えしていきます。高梨さん、国枝さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。近年、世界中で気候変動が原因とされる様々な自然災害が発生し、問題になっています。気候変動と CCS はどのような関係にあるのでしょうか？気候変動の原因は、二酸化炭素、CO2 に代表される温室効果ガスの増加と言われており、この排出削減に向けて世界で様々な取り組みが行われています。例えば、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換や、水素アンモニアといった新エネルギーの活用などが挙げられますが、CCS は大気中の CO2 を大幅に削減する技術として期待されています。気候変動に対しては一つではなく、さまざまな技術オプションで対応していくことが必要と言われています。現在、日本を含む120以上の国と地域が2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること、カーボンニュートラルを目指していますが、日本ではこの目標を達成するための重要な技術として CCS が位置づけられています。 CCS とはカーボンダイオキサイドキャプチャー&ストレージの略で、 CO2 を分離回収し貯留する技術です。 CO2 の排出削減が困難な火力発電所や製油所、製鉄所や化学工場などから排出される CO2 を貯留層と呼ばれる地下の安定した地層に閉じ込めることで、大気中に放出される CO2 を大幅に削減しようというものです。なるほど。 CO2 の排出が避けられない分野でも排出を抑制できる技術として世界中で注目されているのですね。火力発電所や製油所などから排出された CO2 はどのように回収し、地中貯留する場所までどのように運ぶのでしょうか？ CCS の最初の工程は CO2 の分離回収です。火力発電所や製油所などから排出されるガスの中から CO2 を分離させて回収します。2025年8月現在では、 CO2 を化学的に吸着する液体を用いて分離回収するという技術が商業化で先行していますが、今後の課題として新たな回収方法によるコストの低減や回収施設の最適化などが挙げられています。次の工程は CO2 の輸送です。貯留地まで比較的距離が短い場合には、CO2 に圧力をかけてパイプラインで運びます。パイプラインでの運搬が難しい場合、例えば貯留場所が遠くにある場合などは、専用の液化 CO2 船舶を用いて輸送することが想定されています。ただし、2025年8月現在において大容量の液化 CO2 を船舶で長距離輸送する技術は確立していません。特に海外へ輸送することを想定した際には、低温低圧の条件で運ぶ手法が効率的とされています。日本は世界で初めて低温低圧の液化 CO2 を船舶輸送する実証試験を2021年度から実施しており、2026年度までに安定的かつ効率的な液化 CO2 船舶輸送技術の確立を目指しています。 CO2 の貯留に適した地層とはどのようなものなのでしょうか？また地下に埋めた CO2 が漏れたりすることはないのでしょうか？CO2 を地中に貯留するためには、 CO2 を貯められる空間を持つ岩石からなる地層と、その上部に CO2 を通さない蓋の役割をする硬い粘土のような地層の組み合わせが必要です。それぞれ貯留層、遮蔽層と言います。 CO2 を貯留する際には、このような条件が揃い長期間安定的に貯留できる地層であるかを十分に調査した上で CO2 を圧入しますので、地下に貯留した後に基本的に CO2 が地表に漏れ出ることはありません。また長期にわたる CO2 の地下での挙動を把握することはとても重要です。これには石油ガスの開発で培われてきたシミュレーション技術を活用しています。さらに実際の挙動を確認するために、温度や圧力等のモニタリングを行い、異常があれば早期に検知することでリスク回避につながります。ジョグメックは石油ガスの開発で培った技術を生かし、現場実証試験や日本企業の CCS 事業への技術サポートを通じて CCS の社会実装を推進しています。CCS という新たな事業分野においても、
ヨグメックが長年の研究開発や実証試験によって蓄積してきた技術力とノウハウを最大限に活用することができるのですね。今 CCS がカーボンニュートラル実現の切り札と言われているのはなぜでしょうか。気候変動問題に対応していくためには、あらゆる産業分野において CO2 排出量を大幅に削減していく必要があります。再生可能エネルギーの拡大は重要ですが、安定供給や経済的効率性といった観点から、その主力電源化にはまだ多くの時間が必要です。また水素等への燃料転換や電化の技術が十分に成熟していない中、国民生活のために化石燃料の使用がしばらく必要な産業もあります。 CCS は CO2 の排出が避けられない分野でも、その排出を抑制できるため、カーボンニュートラル実現のために不可欠な技術として、世界中で研究開発、実証および商業化が進められています。日本でも2024年5月に二酸化炭素の貯留事業に関する法律、いわゆる CCS 事業法が整備され、事業化に向けた動きが始まっています。これは国内での CO2 の安全な地下貯留を実現するための土台となる法律です。国が CO2 を貯留するための区域を指定し、地質調査のための井戸を掘る試掘や CO2 の貯留を行うことを希望する事業者に許可を出すことができる法律です。また安全管理のための法案規定や報告義務、海の環境保全に関する規定を定めています。 CCS 事業化のためのジョグメックの具体的な取り組みを教えてください。経済産業省とジョグメックは2030年以降に本格的に CCS 事業を展開するべく、模範となる先進性のあるプロジェクトに対し、 CO2 の分離回収から輸送、貯留までのバリューチェーン全体を一体的に支援する先進的 CCS 事業を2023年度に開始しました。2024年度に選定した9案件は、5案件が国内での貯留、残り4案件がアジア大洋州での貯留を想定しています。発電、石油精製、鉄鋼、化学など多様な事業分野を対象に、異なる輸送方法や貯留地域を組み合わせ、CCS ビジネスモデルの早期確立に向けて支援を行っています。なるほど。アジア大洋州を中心に海外貯留も含めてモデル性のある CCS の展開を支援することにより、アジア太平洋地域全体での脱炭素化に向けた取り組み促進にもつながりますね。はい、アジア太平洋地域の複数の国々は自国の CO2 と海外からの CO2 を地下に貯留する事業を並行して検討中です。ただまだ共通するビジネスモデルは確立されていません。これから日本はアジア太平洋地域の国々と連携して、地域の脱炭素化にも貢献できるよう CCS を進めていくところです。ジョグメックも石油ガス開発分野で50年以上蓄積した技術やノウハウを活用して、こうした取り組みに貢献していきます。高梨さん、国枝さん、本日は分かりやすくご解説いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ここまでご覧いただいた皆様、ありがとうございます。今回の動画がいいねと思った方は、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ジョグメックでは公式ホームページにて資源エネルギーに関するレポートなどを公開しています。そちらもぜひご覧ください。それではさようなら。